こんにちは。今日の動画はツノガエルの動画です。こちらの個体、をまたヤフオクで購入したんですけど、マスカットって書いてるように、マスカットみたいですよね。これはクランウェルツノガエルのマスカットっていう種類ですね。通常の個体だとすごい、なんていうんだろうな、このスポットの模様がたくさん入ってて迷彩みたいな模様なんですけど、これはそれが入ってないちょっと珍しい柄の個体ですね。で、これを飼育ケースに移します。飼育ケースは焼成ソイル、セラミックみたいなやつですね。観葉植物とかで使うハイドロボールみたいなイメージかな。ちょっとソイルより硬くて比重も重いやつですね。洗っても潰れないのですごいよく使ってます。落ちちゃった、大丈夫かな。飼育ケースに入れました。飼育ケースはクリアスライダー S ですね。まだあと 2,3 ヶ月はこれでいけるんじゃないかなって思いますね。すごい綺麗ですね。で、本当は僕が飼育してるツノガエルはだいたいスポンジで管理してるんですけど、スポンジっていうかウールか、ウールみたいな感じのやつで飼育してるんですけど、ちょっとグリーン系なんで、あと小さいのでソイル使ってしっかり潜って足とか発達させたいなと思ってます。今7匹いて、7匹中5匹はウールで、2匹がソイルになってます。で、ソイルで飼育してるやつは一番最初に購入したツノガエル、クランウェルツノガエルのストロベリーの個体とアマゾンツノガエルですね。それ以外は全部ウールで管理してます。なんて言うんだろう、すごいうんちの処理とかもしやすくて、ウールの方が楽なんですよね。ソイルはその生態は落ち着くと思うんですけど、ちょっと掃除とかが面倒なんで、お気に入りの個体とか理由がある個体にしか僕は使ってないですね。顔にも全然この個体は模様が入ってなくて、とても綺麗ですね。指にはまだ噛みつかないみたいですね。普通のクランウェルツノガエルのよりも3割ぐらい高い値段で売られてることが多いですね。この個体は特別安く購入できたんですけど、基本的に普通のツノガエルが3000から4000って考えると、だいたいどうだろうな、5000円から7000円の間で売ってることが多い気がしますね。このスポットが2スポットとかになってくると、もう めっちゃ高いですね。8000円から1万円もっとするのかな、することもあるかもしれないですね。では餌を与えてみたいと思います。こちらの人工飼料をあげます。食べましたね。元気は良さそうです。
これはなんかアフリカ水アブを原料にした人工飼料だったと思うんですけど、まあ、普段は練り餌で管理しようかなっていうふうに思います。たまたま今回これが手元にあったのでこれを使いました。練り餌が一番楽ですね。今練り餌を食べてます。若干模様も増えたかなと思いますね。こちらは、クラムウェルツノガエルですね。まあだいぶ成長したかなと思うんですけど、今から練り餌を与えていきます。最初はすごい小さかったんですけど、今じゃもうこのぐらいになってますね。だいたい5センチぐらいかな。で、今回やってるのはなんだっけ、ステーブルフードっていうなんかツノガエルのよく売られてる、まあそんな高くない人工飼料ですね。すごい魚粉の匂いがする餌なんですけど、こんな感じで練ったので与えていきます。結構噛む力が強いですね。で、なんかすごい夜中とか蓋に突撃してて鼻の先が擦れちゃったんで、ちょっと天井の高い大きめのケースに変更しました。で、アンモニアが溜まるとダメなので、その蓋にこういう穴たくさんドリルで開けて、ちょっとアンモニアがうまく逃げるように調整してますね。まあ、餌は週に2回ぐらいだいたいあげてるかな。こんなもんで終わりですね。ちょっとあげすぎかなってぐらいですけど、こんな感じで飲み込んでちょっと斑紋も増えてきたような気もしなくはないですね。横から見るとこんな感じです。ちょうどさ飲み込んでいますね。ちょっと口からこぼれちゃった。こぼれた分は取り除きます。Thank you.